はいえー、こんにちはき、えー、今日も維新でご始めていきたいと思いますですね久はですね、すねいや、なんか最近呼んでくれないから、<laughs> ちょっと嫌われてんのかなと思いて <laughs> いやいやもうね、幹事長、お忙しくてですね、<laughs> なかなか来てくれないと、いやいやいや藤田幹事長に聞いて <laughs> よろしくお願いします。<laughs> よろしくお願いします。もう本当に忙しいですよね。忙しいのね、めっちゃ忙しいですね。ね、昼寝で最近できてます。昼寝ね。なんか昔は五、五時間くらい昼寝してたんですけど、最近はね、三時間ぐらいですか。あの暇でした。で、今日はですね、人材発掘プロジェクトの責任者。先代本部長を、兼ねていらっしゃるということで、今日はお越しいただきましたけれども。今、どうですか、その人材の、募集状況、擁立状況というのはいかがでしょうか。 まあ、あのもうすぐ統一地方選挙年明け4月で、はいまあ、それまでも結構選挙あるんですけれども、うん、我々やってることはまず擁立目標を各都道府県と相談して作ろうというのをやってて、うん、今の直近でですね擁立1,000名ぐらいやろうと。 いう目標が各都道府県から上がってくるのを足し合わせると1000名ぐらいなんですねそのうちのまあもう500名ぐらいはあの決済が終わっていて、うん、その決済手前ぐらいの,まああのもうほぼ内定に近いというところまあ合わせるとですね650名ぐらいの擁立はまああの見えてきたかなという感じででもまだまあやっぱり300人ぐらいえ増やしたいなと。 ね、いうようよな状況です、ね、1000名の擁立をして、まあ、最低限600名は通すということですが、ねね、150名ぐらい、うん、あの地方議会の中でまた首長さんの中で選挙がない人がいるんですよ。その人たち、うん、プラス新たに通った人で、うん、今400人ぐらいを1.5倍の600人にする、うん、ということですので、まあ、相当多くチャレンジしていくと。 できれば上振れで達成したいなと思ってるんですけどねそういった意味ではまだまだです、ね、あの募集をしているということで私たちもいろんなことをやらせていただいているんですがその中でも候補者説明会エントリー説明会このイベントを開いているんですけどこれ1回やったんですがどうでしした、うん、参加して,みてこれ、ね、東京の安倍議員が、ねはいはい、発案してくれていわゆるソーシャルセクター政治の業界に、うんまあ、ある種転職という気持ちでもいいから、うん、やっぱり世の中を変えてみよう。 中の,公のために働いてみようっていう人をさまざまな業界からこう入れていこうと、うん、まあそういうコンセプトでやってみたらどうかということで始めたんですけど1回目2回目で合計120名ぐらいの方が本当多くの方ねフルオンラインでさせていただいたんですけれども非常に反応良かったなというふうに思いますし実はその中から半分ぐらいの方が先行過程に進みたいという形で も挙げてていいただいて実際にその中から公認出た方ももう出,い出始めている、うん、出てますね。と、うん、いうことですね。うん、前回はあの、まあ、安倍議員の発案で、まあ、関東をう1都3県で対象にしてやったわけですけれどもでこれがもうかなりあの公募につながったということで、はい、これを全国に広げていこうとそういうことです、ね、いうことで開催することがなんとししましたここでこうテロップがポンとこう出していただいまし <laughs>、はい、<laughs> 日時としてはですね 12月5日、19時から、うん、それから12月10日、10時から、12月14日の19時からということで、3回に分けて、今回も完全オンラインでやりたいということなので、これは全国広く、ですねどこからでもこの対象になりますので、ぜひ多くの方にご応募いただきたいというふうに思いますが、エントリー説明会を経てですね、公募をしようというふうに思われる方に。 もうあと一押しかししてあげたいなというふうふに思うんですけど何かかありますかあのこれね、僕あの幹事長になって民間の企業でベンチャーでぐっと伸びるような企業がや,りやるようなことっていうのをどんどん政党経営にも持ち込みたいなと思って、うん、で今、企業の中で一番大事なのは人材採用なわけですよ、うん。で間口をいいかかに広くするかっていうのが重要で、うん でやっぱ手を挙げてきた中でもちろん厳しい選考はあるんだけど、うん、まずそういう、まあ、あの社会の中で政治家っていう役割っていうのがあるんだっていうことを知ってもらいたいし、うん、でそういう人にじゃあそのって具体的にどういうふうになったらなれるのとか。うん その時の時悩みってどういうものがあるのとか実はお金どれぐらいかかるのとか、うん、まあこれ結構難しいですよね、うん、知らない人からすると、はい、そういうことを気軽に聞ける窓口を作りたいということで、うん、あの採用もあのただ履歴書を送って面接するっていうだけじゃなくて、まあ、会社説明会があったり、うん、もう少しその前段で、まあ、座談会みたいなのがあったりさまざま今企業さんも工夫されてます、うん、でそういうものの入り口を広げるという趣旨で、うん、まあやらせていただいてこれエントリー説明会では、うん 実際の地方議員さん、または 通っったばかりの人、これから選挙に出る人みたいな我々のすでに仲間になってもらってる人にも参加してもらって最初私もちょっとお話しさせていただくんですがブースを分けてその悩みに合ったちょっと個別に対応できるような仕掛けもですねこの説明会には入れさせていただいてだから気軽にもう立候補したいと決めてる人も来てほしいですけどちょっと話聞いてみようかなという人の中で人生の中でスイッチってどこで入るかわからないので。 こういうことがきっかけで興味を持ってもらいたいし、うん、で維新の会というのが何たるかというのも知ってもらえる、うんうん、だからあの気軽な気持ちであのぜひあの参加してしてほいいなと思います、うん、これまでチャレンジした人の体験談を聞くことができますし、うん、何かやっぱりこれどうなのかなと思っていることに対しての質問質疑応答もさせてあの<そ>することができるということですので,です、ね、ぜひお気軽にです、ねはい、参考いただきたいというふうに思います。最後にに幹事長の方方でやっっぱりこういった方に ぜひ応募いただきたいっていうですね。うん、やっぱりこうしたの求めている人物像、うんうん、これについてはいかがでしょうか、うんうん。まあ、一番はやっぱりチャレンジ精神とか改革精神っていうのがある方が、うんうん、まあ、今の現状の日本って。 なだからそれを変えるために自分もその一億を担いたいっていう人に一番来てもらいたいっていうのが、まあ、我々の,その一番大事にしているところなんですけどもう一つのポイントで言うとあの政治の業界って例えばよく二世三世に代表されるような政治の業界でずっと生きてきたとか政治の業界に近い人っていうのがやっぱり政治家の現職の政治家も多いんですよ。でそういうい人たちが 行動パターンってててみんな似てて、うん、同じようなところに行き同じような知り合いがいるから、うん、本当にね社会の中でたくさん社会課題があるけど一部の人の声しか届かないというのがあってで僕はあの一般の例えば主婦の方もそうだしあとビジネス現場にいらっしゃる方、うん、どんな業種でもいいけれども仕事を一生懸命やってるまたは経営してる、うんうん、でフリーランスであの必死に働いていらっしゃる、うん、あのそういうさまざまな業界の方に来てほしいというのがあってで私がそうなんですけど。 民間で培ってきた経験とかスキルとかっていうのはあの政治の業界で僕は100%生かせると思ってるんでなんか政治の業界って特別なもの。 思われれるかもしれないけど全然特別じゃなくてみんなの生活に直結してるし、うんうん、今までの人生経験とかビジネス経験とか、うん、また子育て経験とかが全て活かせるそういうあのすごいあのやりがいのある仕事だというふうに思うので、うんまあ、ぜひねいろんな経験の方自分の経験で政治家にな,なっていいのかなって思わずにその経験こそが今の政治に求められてると思って、うん、あの気軽に申し込んでいただきたいですね。特にラグビーをやってる人は いやあのラグビーをやってるとラ、ね、グビー一派ですからね。はい まあラズビーをやってると出世が早いらしい。<laughs> 勘違いするからまた。あのぜひですね。迷っている方はこのエントリー説明会一回参加していただければありがたいなと思いますし、もしもやろうというふうに決めている方がいらっしゃったらですね、これはあの当本部の方に応募フォーマットがホームページからダウンロードできますので、こちらの方をですね送っていただければありがたいなというふうに思います。あのぜひ多くの方のご参加お待ちしておりますのでよろしくお願いします。お願いします。 なんか言い残したことあります言い残したことはありませんあの幹事長これ3回ともあれですよね参加されるんですよね参加しますだから幹事長のあの講演も聞けるとなっておりますちな2回目の時は女性の方のまあお悩みもいろいろ聞けるようにっていう感じでやったんですけどまあ今回は男女問わず3回やらしてもらうんですけど実は2回目の時 土曜日土日だったんですよ、ね、土曜日の朝かなんかですね。はい、で、うん、僕はあのちょっと時間的に家で出ないといけなくて自分の,あの子供たちに部屋に絶対入ってくるなと、ええ、4歳と6歳なんですけど、ええ、4歳と6歳というのはやるなと言ったら必ずやるんですよ。うん <laughs> 乱入,う乱入してわけわからない状態でここにいるまま何か話をするっていうそういうちょっとあざといでしょ絶対わざとやってますからねそこまで仕込んだエントリー説明会に <laughs> ぜひお待ちしておりますほ <laughs> <こ>ら <laughs>、はい、あじゃあぜひ多くの方のご参加お待ちさせるのでよろしくお願いします、はい、お願いしますありがとうございましたありがとうございます批判を恐れず反論を恐れず屈することなく前に進む 子どもたちが誇れる街を成長する国を作るそれが政治家の使命だと思う熱い思いさえあればいい共に挑もう人材発掘プロジェクト指導日本維新の会